はい、どうも皆さんこんにちは、ユージャク代表の佐藤です。本日私はユージャク睦沢オートキャンプ場の方に来ております。はい、今日はねついさっき除草剤を撒いたという感じでね動画を撮ったわけなんですけれども、これからね、1週間ぐらいここを定点観測していこうかなというふうにね思います。はい、今日ね撒いた除草剤の撒いた場所、主要な箇所だいたい3つ4つ、まあ、5箇所ぐらいのポイントで、定点観測をねしていこうかなというふうに思いますので、興味のある方はねぜひ見てみてください。撒いた除草剤は以前の動画で紹介したカインズの、PB であろう、フリーパスっていうね除草剤使用しております。まず一つ目のポイントはゲート横のこのスペースでございます。はい、この今手前の方は草刈りを行ったような状況でして、その奥ですね、奥の方の、まあ、手前1メーターぐらいの範囲内に除草剤をかけております。はい、はい、観測ポイント1でございます。まあかけたばっかりなんでまだ全然青々しいですね。はい、次が観測ポイント2でございます。オートサイト入り口でございます。左右のこの部分とこの部分巻いております。左側はあのちょうど白いお花が咲く手前ぐらいまでね、巻いている感じですね。ここの手前側はちょっとね以前除草剤を巻いたポイントになっておりますので、ちょっとねこの辺は参考にならないかもしれないですね。見るのであればこの辺りかな。はい、この辺り。はい、お次は観測ポイント3でございます。キャンプ場の中間通路でございますね。この斜面一帯青々しいところ、この辺りを巻いております。あの木の根元付近はねちょっと巻ききれてないかもしれないんですが、特に手前の方はね結構綺麗に巻いたはずでございます。定点観測4番のポイントでございます。階段ですね。はい、今杉菜が結構生えてしまっているような状況なんですけれども、10リットルに対して200ミリリットルなので、本来400ミリリットルの除草剤を希釈して使わないといけないんですが、まあ、実験のためにね200ミリリットルで撒いておりますが、果たして効果はあるんでしょうか。はい、お次は定点観測5番、水事島周辺でございます。水事島周辺は結構ね細かい草がたくさん生えておりますので、草刈りをするにしても結構ね難しいポイントでございましたので、除草剤を、撒いておきました。まずこの水事島周りですね、この辺りの、囲ってある草、この辺りには全て撒いております。あとはこの斜面のこのポイントですね、ちょうどブロワーモーターがあるところ、はい、この周辺も階段も含め、除草剤を撒いております。今は青々としておりますが、これがどうなるんでしょうか。はい、以上5個の、定点観測ポイントを使ってですね、どんな感じに枯れていくのかというのを紹介できたらいいなというふうに思います。本日は、5月28日木曜日の午前でございますが、はい、1週間ぐらいでね効果が見え始めてくると思いますので、またキャンプ場に来た際にですね、どんな感じに枯れていくのかというのを確認しておこうかなというふうに思います。実際には他にもいろいろなポイントで巻いてはいるんですけれども、主要な今回は5箇所のポイント、こちらでね見ていきたいなというふうに思います。はい、それじゃあまた後日。はい、そんなわけで除草剤を撒いてから、3日目でございます。ちょうど72時間が経過したところでございますね。ポイント1の様子がこんな感じ。3日目からね徐々に効果が出てくるような感じで、巻いてるところと巻いてないところだと少しずつね雑草の色味が黄色くなり始めてますね。はい、観測ポイント2番でございます。こちらも少しずつ黄色みがかってきてますね。除草剤には雑草の光合成を抑制する効果があるようでして、主に光が当たっているところが枯れやすくなっている感じなのかな。はい、観測ポイント3番です。斜面もだいぶ黄色みがかってきましたね。はい、観測ポイント4番でございます。階段の杉菜でございますが、こちらも黄色みがかってはきましたね。枯れていきそうな感じです。はい、観測ポイント5番目、だいぶこの地面の部分黄色くなってきましたね。まだ枯れるには至ってないんですけれども、今にも枯れそうな感じが目に見えてます。フロアモーター付近もこんな感じですね。そんなわけで次は巻いてから1週間後また見ていきたいなというふうに思います。それではまた。はい、そんなわけで、1週間経ちましたので観測ポイント1から見ていきたいなというふうに思います。はい、観測ポイント1ですね。だいぶ黄色くなってきましたね。うん、いい感じだね。はい、こちらが観測ポイント2でございます。日の当たる部分は特にね黄色みが完全に見えてきましたね。かかってるところとかかっていないところの効果の境がしっかりと見えてきているように感じます。
はい、観測ポイント3でございます。うん、斜面の方もだいぶ黄色くなってきたね。はい、観測ポイント4番でございます。階段、もう枯れてるやつとかはいるね。完全に枯れきっちゃってるね、1週間でね。ただ杉縄やっぱり強い。黄色くはなっているものの枯れるには至ってない感じ。黄色さも他の雑草たちと比べるとやっぱりね違うね。杉縄強い。はい、観測ポイント5番でございます。ここの斜面もかなりもう枯れてきてるね。この雑草はね特に枯れやすいみたいですね。もうほとんど半分ぐらいもう枯れちゃってる感じで、あとは黄色くなってますね。はい、そんなわけでちょうどね1週間経ったわけなんですけれども、段階的にね枯れていっている感じがしますね。あともう1週間ぐらいすると多分全部枯れてしまうような気がするので、最後巻いてから2週間後見ていきたいと思います。はい、そんなわけで2週間経過いたしました。まあ厳密に言うとね17日ぐらい経過しているわけなんですけれども、最終的にね、除草剤の効果どうなったのか見ていきたいと思います。はい、まずは定点観測ポイント1番でございます。もう見事にね全部枯れておりますね。はい、でも2週間経ってね、新しい新芽もたくさんね生えてきている感じでございますね。はい、背の高いところは薬剤がかかった背の高いね草は全部枯れてますね。はい、同様に観測ポイント2番でございます。こちらもそうですね、いい感じに枯れているんじゃないでしょうか。薬剤のかかりがねちょっと甘かったところに関してはまだ黄色い状態になってるんですけども、もう少しずつ枯れていくのかな。はい、ただ手前はねもう全部枯れちゃってますよね。ついでにお花たちも枯れてます。これは除草剤じゃなくて、ね、純粋に寿命で枯れてますね。寿命っていうのかな。はい、観測ポイント3番でございます。傾斜地、ここもね手前の方を重点的に巻いておりますので、この辺はもう全部枯れていて、上の方はねまだ残ってますね。はい、はい、観測ポイント4番でございます。こちらに関しては杉名だったんですけれども、あんまり枯れてないねやっぱり。まあ、10リットルに対して200ミリリットルの除草剤しか入れてないので、あんまりね杉名に対しては効果がないみたいです。やっぱりね10リットルに対して500ミリリットルぐらいの除草剤をね混ぜていかないとダメみたいですね。杉名にはなかなか効果が出ないみたいです。はい、そして最後観測ポイント5番でございます。こちらも綺麗にね枯れてはいるんですけれども、代わりにね杉名が順調に育ってしまってますね。はい、この辺の水池島周辺も綺麗にね枯れてはおります。はい、そんな感じでいかがだったでしょうか。ちょっとね今雨が降ってるんですが、やっぱりね一番の問題は杉名かな。杉名は強いね。しっかりねこの杉名を根まで枯らすためには、まあ、ちゃんとね分量を守って、除草剤を正しく配合しておかないと、綺麗にね杉名まで枯らすことは難しいということが分かりました。今日はちょっと雨が降ってるんでできないんですけども、またね後日この枯れた草たち放置せずにですね、まあ、ナイロンカッターなんかを使ってね、綺麗に刈っておきたいなというふうに思います。はい、まあ、杉名に関してはもうちょっと強い感じで巻いちゃうか、まあ、あとは定期的にね草刈りスパイダーモアなんかを使ってやっていく必要があると思います。はい、そんな感じで今回ね、2週間にわたって、除草剤の効果検証を行ったわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、この効果検証動画に関しましては、どちらかというとね私自身が今後このキャンプ場の各所にですね除草剤を撒いていくにあたってどういった感じで効果が現れるのかというのを検証したかったので、今回のね実験を行ってみました。もしこの動画が参考になったという方がおりましたら、ぜひねグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は、右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その後あられる通知設定もオンにしておいてください。あと合わせましてこちらですね、はい、ツイッター、インスタグラムやっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。合わせましてこちらも、はい、インパラキャンプのブログ、毎日キャンプ系の記事更新しておりますので、こちらも合わせて読みに来てください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。